はい、どうもベイアンです。今回はですね、津山市にある津山学びの鉄道館にやってまいりました。ここはですね、ディーゼル機関車とかですね、ディーゼル車両がいっぱい展示してある機関庫になってます。で、こういったね、ディーゼル車両の祭りですよ。キハ120からキハ40、キハ47といったね。で、あちらにね、ノスタルジーカラーのキハ40も止まってます。で、この扇形機関庫、ちょっと本当僕ここその鉄道記念館の中で一番好きなところでして、ディーゼル機関車がいっぱい置いてあるっていうのもあるので結構好きなんですよね。で、特急ヤクモの、古い181系のやつが置いてあったりとか、めっちゃかっこいいですよね。181系で、DF50 とかで DD51、 この DD51、アマルベ鉄橋で落下した時に客車を引っ張ってた DD51 らしいです。で日本に1台しかない DE50-1 とかね、結構レアな車両がたくさんあるんですよね。で、これ転車台ですね。で、休みの日とかになるとここにこの車両を乗せて公開してたりするそうです。はい。で、 DD16、 134で、10トン貨車移動機とかね、これかっこいいですよね。これ欲しいです。この小ささがちょっとなんか好きですね。で、もう迫力満点なんですよ。この近くまで来れるっていうね。で、これラッセル車ですね。 DD1号型ディーゼル機関車のラッセルで、 DD13 型ディーゼル機関車ですね。で、初めて量産された、入れ替え小運転用のディーゼル機関車ということで、かっこいいです。で、これ DF50-18、電気式ディーゼル機関車、これ山陰本線でも走ってたんです。で、デコ1-2 D512 ですね。これ汽笛を鳴らすことがちょこちょこあるみたいです。で、キハ52、渋いっすね。で、あとはキハの28ですね。いやー、いいっすね、この古さ。で、こっちがキハ58で、ベイアン一押しのキハ181のヤクモ、ね、かっこいいです。この武骨な感じの顔がね、たまんないですね。このキハ181もね、浜風の最終色が一番、最終の色が一番好きなんですけど、この色もやっぱ国鉄色かっこいいですね。で、キハ33、これ鳥取の山陰本線でも走ってました。ただその走ってる時にね、あまりこれ見たことないんですよね。なので、ここに来るとこうやって見れるのですごくいいなと思います。で、これあれですね、保線用のやつですね、多分。こういった形でもうディーゼル機関車祭りです。ディーゼル車祭りです、本当。いいっすね。ディーゼル好きにはたまらない世界かと思います。本当。こういった感じでいろんな車両が見れるっていうね。はい。こんな感じで今日は津山まで来てみました。また、はい。ここはね、ほんと定期的にちょこちょこ来るようにしてるんですけども、また皆さんちょっともし興味があればぜひ行ってみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。